こんにちは、サラです。本日はね、西城秀樹さんの切り抜き記事がありますので、朗読いたします。まずね、数点の画像がありましてね、どれもね、レコード大賞のね、画像になってます。白の上下のね、スーツに、秀樹さんがね、もう喜んでる感じがね、伝わってきます。で、上の込み出しがね、おめでとう、日本歌謡大賞受賞、西城秀樹がその日に見せた、不安、喜び、そして決意となってまして、大きい見出しがね、この瞬間から僕はゼロですとなってます。説明がね、司会の高島忠夫さんが審査委員から渡された封筒に目をやった。大賞は、西城秀樹、ヤングマン、日本一の歌手の誕生だとなってまして、記事がありますので、朗読いたします。その朝、秀樹は8時に、目を覚ますと、バスルームに飛び込んでシャワーを浴びた。泣いても笑っても今日一日しかない。胸を締め付けるような緊張感を熱い湯で洗い流そうとするように。けれども緊張は重くなるばかりだった。10時、会場の NHK ホールに入る。楽屋で顔を合わせた五郎がアメリカのギタリストの話をする。あのギター、いい音してるね。うん、リズムいいね。秀樹の答えは噛み合わない。その間も緊張した時の癖でしきりに髪をかき上げ続ける。そして用もないのにロビーに出てうろうろする。何か必死に自分の心と戦っているように。11時から始まったカメリハから戻るとファンからの電報が届いている。8年間の屈辱をこの一瞬に晴らせ。屈辱。秀樹の脳裏を二つの思い出がよぎった。デビューしたての頃、名古屋のラジオ局に出演のために行くと、名前入ってないよ、台本にも。出演なんて頼んだっけ。ディレクターの冷たい言葉、駆け出しの新人だと思って、秀樹はその夜、歌手になって初めて悔し涙を流した。そして2年目、郷ひろみと野口五郎は紅白に出場したが、秀樹は線に漏れた。悔しかった。紅白なんて見るものかと思った。けれども、仕事で来ていた苗場スキー場のホテルでスイッチをひねっていた。その時、マネージャーと誓い合った。来年は絶対出よう。言葉通り3年目は紅白に出た。しかし、新御三家の中で、秀樹だけは大きな賞を一つも取っていない。その思いが刻々と迫る本番までの時間を余計重くしていた。出演者集合の合図のベルが鳴る。だが秀樹の姿がない。スタッフは青くなって女子トイレまで探し回った。その頃秀樹はすでに会場にいた。そして袖から舞台をじっと食い入るように見つめていた。一体秀樹は何を見つめていたのだろう。時計の針は5時半を回っていた。秀樹は舞台の中央に立っている。崖っぷちに立たされているような感じで自分でも顔が真っ青になって引きつっているのがわかりました。司会の高島忠夫が叫ぶように言う。いよいよ大賞の発表です。その瞬間、会場にいる全国のファンクラブの女の子たちが秀樹コールを始めた。やめてくれ。これ以上緊張したら体が裂け散ってしまう。それから何が起こったのか覚えているのはウォーと叫んだことだけだ。秀樹は一瞬うずくまるように体を沈めた。それからスローモーションのようにゆっくり大きくジャンプした。秀樹は今人生の大きな波の頂点にいた。ジュリーが、五郎が秀樹の手を握っていた。本番の終わった後の写真撮影。目を潤ませ。まだ頬をヒクヒクさせながら秀樹は泣き笑いをしているようだった。トロフィーの重みをずっしり噛みしめています。そしてこの重みをデビューから縁の下の力持ちをしてくれたスタッフとファンの人たちに分けてあげたい。本番で記者会見でパーティーで秀樹は同じ言葉を繰り返した。その夜、天貝さんとヒルトンホテルに戻ったのは深夜2時に近い。部屋に入るなり二人はわーやったどと絶叫し、手を握り合って部屋中を跳ね回った。7年間この日のために共に苦しみに耐えてきた男たちにとって他にどんな喜びの表現があったろうか。さあ、明日は仕事だ。寝よう。ベッドに潜り込むと、秀樹はすぐに軽い寝息を立て始めた。目いっぱい喜んだら、もうそこに留まっちゃいけないと思うんです。また明日、ゼロからスタートだって感覚でやらないと。
一生ゴールなんてないですからね。また崖っぷちを走り続けると思うと身震いするほど寒いんです。秀樹は寒いと言った。それは登り詰めた頂上をひたすら走り続けなければという覚悟なのだろうとなってましてね。本当にね、そのね、ヤングマンでね、日本歌謡大賞ね、これ取ったということはね、秀樹さんにとってね、初めてね、日本一の歌手だという自分でね、もう決まったというね、心がね、そういうふうにね、なったんでしょうね。本当に。まあね、ファンからもね、電報が届くぐらいね、8年間の屈辱を、この一緒に晴らせっていうね、この電報が届くぐらい、ファンとしてもね、もういよいよね、こんだけヒットしたら、秀樹さん、大賞取るんだろうなっていうね、もう予感があったんでしょうね、もうね。デビューしてからね、8年経って、もう屈辱をね、ここでね、晴らすというね、そういうことなんだと思いますね。まあね、本当にこのヤングマンっていうのは、僕のね、記憶の中でも、本当に一世風靡して、ね、社会現象になるぐらいね、まあ流行したというか、流行ったというかね、間違いなくね、歌謡大賞ね、もう取るべきであろうっていうね、本当に、そのぐらいのね、勢いのあるね、曲だったし、その当時ね、若者にね、本当にこう勇気とね、希望を与えたというかね、ね、もともとはね、そういう曲じゃなかったんだけど、やっぱり秀樹さんがね、直感でね、この曲は絶対いけるということでね、カバーしてね。まあね、天海さんがね、この詩を書いたんで、やっぱり二人でやったという感覚がね、強いんでしょうね。だからね、最後の方にありましたけど、ホテルのね、宿泊する部屋に戻った時にね、二人でね、やったぞというね、本当にこう二人で作り上げたね、このヤングマンだからこそね、そういう気持ちになったんでしょうね。気持ちがね、本当に伝わります。まあね、でも当時はね、秀樹さんこの記事にあるように、非常に緊張してね、そわそわして、本当に自分でね、取れるんだろうかと。自分としては、周りのね、下馬評ではね、もう十分取れるっていうのね、伝わってましたけど、秀樹さん自体ね、長かったこの8年間、本当に、この曲で、ね、こんだけ売れて、こんだけ社会現象って、話題もね、十分ある。で、歌唱もね、頑張ってるっていう自分でね、積み上げたものがあるということで、本当にね、取れるだろうとは思いつつ、非常に緊張してね、大丈夫だろうかというね、そういう屈辱がね、あって、まあいろんな屈辱があってね、初めの頃のね、デビューしたてのことを思い出して、デビューしたての頃厳しいですよ、これ言い方ね。もう下手すると本当にパワハラみたいなね、名前が入ってないっていう、頼んだっけって、これ言い方、このね、なんか思いやりのかけらもないというか、このね、名古屋のしかもローカル局のラジオのね、ディレクターがそんなこと言うっていうね、まあよっぽどね、多分このディレクター嫌われてるんじゃないですかね、周りからね、嫌われているような気がいたしますね、本当にね。では2年目ね、野口五郎さんとひろみさんがね、紅白にね出たんですけど、秀樹さんだけね出れなかったと、そういう記憶もねあって、いろいろね、屈辱がね、秀樹さんの中にはねあるんでしょうね、まあ、これは本当に、ね、屈辱でしょうね。御三家としてね出てきたのにね、2人だけね紅白出れて、自分が出れなんだというね。まあね、その NHK もね、もう出しちゃってくるよと思いますけどね。御三家でやってるんだから、いくらなんでも。まあ当時はね、NHK も強気でね、紅白ね、昔はね、歌手の間でもね、紅白に出たら、ギャラが上がったりとかね、出演が増えたりとかね、テレビよく出るようになったとかね、多かったんで、まあ一つのね、ステータスのようなね、ものになってて。まあ出れたらね、そんだけのもんで、NHK もね、非常に、鼻高々でね、やってたんでしょうね。今は全然違いますけどね、今はもうなんか、どこの国の紅白かわからんぐらいね、韓国勢が多くなって、もう出る人少ないんでしょうね、もう多分ね。そんなにまあ昔の紅白と違って、ね、今の歌詞にとったら、旨味があんまりないんでしょうね。そんな気がいたしますね。それで秀樹さんがね、気持ちがね、重くなってきて、まあ気持ちわかりますよね。今回こそはと思ってて、もしもね、押したりしたら、まあ、非常にね、がっくりくるというか、なんでやっていう感じを多分思うんでしょうね。まあでもね、高島忠夫さんがね、秀樹さんをね、指名してくれて、ああ、やっとこれで決定したと。
まあでも分かりますよね。ヒデコール、ヒデコールで、ずっとヒデコールね、あのファンの方がやってね、もしものことあったらね、余計になんか、カラー元気みたいなね、なりますからね、本当に。まあでもね、無事ね、取れて、やっと俺もね、これで一人前だっていう、まあ意識があったんでしょうね。でもね、秀樹さんの中ではね、今日はこれでよかったけど、また明日からまた1から始める。1からっていうよりも0から始めるという、そういう気でね、初心忘れるべからずでね、やっていくっていう、もう本当にね、なんていうか、歌手の鏡っていうかね、本当に今のね、まあ誰でもそうですけど、売れてきてね、結構名前がビッグネームになってくるとね、初心を忘れてね、本当に、もう自己中に走るっていうのが多い、この世の中でね、秀樹さんはね、ほんまに日本歌謡大賞っていう当時としたらね、毎回1番ですよ、本当に。その1番の賞を取った、ね、時点で、この本人、秀樹さんはね、また1から、いや、もうゼロから始めるんだっていうね、もう一回ね、仕切り直してやるぞっていうね、本当にこう、なんていうか、やる気十分というかね、ほんまに。すごいですな、本当に。まあ本当にね、天海さんとこの人は、ね、練り合ったんじゃないですかね。天海さんと一緒にね、興奮してね、多分朝までね、その話でもう好きだったような気がいたしますよね。本当に。明日は仕事だ、寝ようって言ったら寝れんでしょう、本当に。あ、でも、この記事によると、すぐに軽い寝息を立てたというね。すごいなぁ。そこで喜ばなんだんですね。目いっぱい喜んでたらそこに留まってはいけないと思うっていう。なるほどね。今日はこれで終わりだ、みたいな感じで、もう切り替えて、ぐっすり寝たんでしょうね。そこはまあね、またその秀樹さんらしいね、すごいとこやと思いますけど。まあ記事もね、一応これで終わりましたんで、またね、次回ね、こういった記事ありましたらね、朗読したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。